眼科専門医の平松です。今日は作り笑顔の効果についてお話ししようと思います。作り笑顔ってなんかこう良くないようなイメージあるじゃないですか。なんですけれども、作り笑顔っていうのは、まあ、いいことがすごくあるのでちょっとお話ししようと思います。そもそもですね、すごい笑顔を出してもう毎日楽しい、毎日笑顔って人だったら別に作り笑顔そのいらないと思います。なのでそういう人はそれでいいです。よく考えちゃうのは、相手に対して作り笑顔をするのって失礼だし良くないんじゃないかと、心からの笑顔以外はダメだと、そんなの偽物じゃないかって思う人がいるので、ちょっとそこら辺のことをお話ししようと思っています。で、一つは笑顔っていうのには健康効果があるとかってよく言われたりしますよね。ナチュラルキラー細胞が出たりとか、これ作り笑顔でも、まあ、近い効果があるんじゃないかという研究もあるみたいなので、これはあくまで話半分でいいですけれども、まあ、そういうこともあるということがまず1点ですね。で、特に医療機関に勤めている方の場合は笑顔はすごく重要です。難しいのはですね、深刻な患者さんもいるじゃないですか。となると皆さん逆に気を使って笑顔を作らない方がいらっしゃるんですよ。医者とかもそうですし、看護師さんとかも、患者さんがこの人深刻なのかそうじゃないのかちょっと判別できないこともやっぱあるので、だからあえて笑顔を作らないこともあるんですけど、それはあんまり意味ないです。なんでかっていうと、もちろん深刻でシビアな話をするときはもうヘラヘラ笑いながらやっちゃダメですよね。なので、でもそれは医者がいわゆる告知申告をするときのだけでいいんですよ。で、その後の看護師さんが笑顔だったから怒るとかってまああんまりないわけですよね。その診察中じゃないですよ。診察終わって外出た後に会った看護師さんが笑顔だったとか、道歩いてた受付の人が笑顔だったから、私はこんな辛いのに笑顔で、まあ、そういう人もたまにいますけども、でもやっぱりそれで癒される人の方が多いです。なので患者さんが深刻だから笑顔になっちゃいけないっていうのはまず間違ってるっていうふうに思ってほしいんですよ。で、もう一つ重要なこととしては、作り笑顔って悪いことなんじゃないかって思う方がいらっしゃる。で、これね、YouTuber 講演家の鴨頭さんっていうのもおっしゃってて、まあ、これ私もその通りだなって思ったんですけども、作り笑顔って意図的に笑顔を作ってるわけですね。こうやってニッていう感じでこう笑顔を作ってあげるってことは、自然ではなくあなたが相手のために笑顔を作ってるわけですよ。これってむしろ自然にやってることよりもいいこと、素晴らしいことだって思いませんかね。だって勝手になることなんてお腹が空いたからご飯を食べるのと一緒じゃないですか。まあいわゆるこう野生的、動物的な感情ですよね。でも人間だからこそ相手のことを思って笑顔を出してあげているわけなので、じゃあ笑顔をできる限りこうしてあげる。僕も笑顔あんま上手くないですよ。この YouTube 見てて分かると思うんですけど、あんまし笑顔出ないので、ごめんなさいねなので、こう、笑顔ってやりたいんですけど、僕も難しいんだけども、笑顔を作ろうと意識的にやっぱしていただくことはすごいいいことだと思います。僕もなるべく患者さんに話したりするときはちょっと笑顔を自分なりには出してるんですよ。そうじゃないなと思ってるかもしれないですけど、そうなんですよ、出してるんですよ、ちょっとね。で、笑顔を出そうとしてます。で、あなたも医療従事者の方であったら、どんな場面でもやっぱり笑顔をしてあげるってことはすごく重要なので、ちょっと笑顔は作るのは悪いことじゃないってことを分かってほしいんですよ。で、むしろすごくポジティブでいいことだっていうふうにしてほしい、考えてほしいんです。で、できれば、まあ、たまに鏡で自分の笑顔を見ていただけると、あ、こんな感じの笑顔出てるんだなとか、左の口角上がってるなとか、なんかいろいろあるんですよ。結構ですね、笑顔って左右均等にあんまうまくいかないんですよ。例えば私の笑顔わかります？なんかちょっと左右ちょっと均等じゃないんですよ、うん、あなたの笑顔ってどうです？自分で見たことあります？実はどっちかの筋肉は弱くてあんまり上がってなかったりすることもあるので、自分の笑顔がどんな感じなのかなっていうのをちょっと見ていただけると、自然だと思ってた笑顔が意外と自然じゃなかったりとか、作り笑顔だと思ってたのが意外とそっちの方が自然で綺麗な笑顔だったりとか結構あるんですよ。だったら相手が不快に思わなくて、相手が幸せになるような笑顔を出すことの方が重要じゃないですか。あなたが満足するかじゃなくて相手が満足してもらうかの方が大切なので、笑顔っていうのを意識的に鏡で毎日ちょっと朝見ていただけるといいと思うんですね。ですから朝顔で出勤する前に自分の笑顔ってどんな感じなのかなって見ていただけるといい。で、疲れてるなって時こそ自分の笑顔をちょっと見ていただく。疲れてるからこそ笑顔できないんだよって言うんですけども、そういう時こそ笑顔した方がいいですね。疲れてる時、疲れてるの出すと余計疲れるし、で、もっとトラブります。疲れてるから疲れてる風を出してあげるとみんなが優しくしてくれるってみんな勘違いしてますけども、
あいつだるそうにしててめんどくさいなって思われることの方がむしろ多いんですよ。で、むしろクレームになったりとか、同僚から疎まれたり怒られたりして、余計大変です。余計大変なので、疲れた時こそむしろ笑顔を出した方がいいですし、大変な時こそ笑顔を出して、もう仕事していって、毎日患者さんに接していただけるっていう方がいいです。なんで、私も、あ、すっごい大変だな、もうこんなに患者さん来ちゃって、もうどうしようかな、困っちゃったな、もうどうにか頑張り回さなきゃとか、そういう時こそむしろ笑顔になって患者さんと接してっていうのをちょっと意識をしてっていうふうにしてますので、あなたもちょっと笑顔を作るのは悪いことじゃないと、むしろいいことだっていうふうに思っていただければと思います。今日は作り笑顔の効果についてお話ししました。